エイジがセーフハウスの情報をドワイトに流していた。それに清流会の海老名と通じているようなことも言っていた。合っているか？はい。ドワイトと通じてるってことは、その上のブライスともつながってるだろう。つまりはエイジ、パレカナのブライス、清流会の海老名、こいつら全部がグルだったってことか。こんなことになっちまって、全部俺の責任です。ヘイちゃんが、まさか。相手はお前と荒川雅人とのつながりまで把握して車椅子を偽装していた。そこまで周到に張られた罠は見抜けるもんじゃねえ。だから自分を責めるな。けど花輪さんとウォンを死なせちまって、あかねさんにも怪我をさせて、ラには連中にさらわれちまった。ああ、事態は最悪だ。それは受け入れないといけねえ。だけどな、カスカ。なら、なおのこと顔を上げろ。俺たちみたいなのは、ずっとそうやって生きてきたろ。ちとせ、俺はまだ話が飲み込めてねえ。お前がエイジに脅されていたってのはどういうことだ？ごめんなさい。あまりゆっくり話している時間はないんです。警察ももうすぐ来るだろうし、ここを離れないと。でもこれだけは桐生さんにも一番にも今言わないと。じいちゃん、タタラチャンネルあるよね。でっち上げの告発で一番たちの生活をめちゃくちゃにして、桐生さんの素性を暴露した。それがどうかしたのか？あのチャンネルで喋ってる VTuber、 たたらひそか、あれは私なの。なんだって？こういうこと。はい、どうも、たたらチャンネルです。今日もすごいタレコミが入ってましたよ。なんとハワイで堂島の竜を発見。その声は、ちーちゃんがタタラ。そう、エイジがスクープのネタと台本を用意して、私がタタラひそかとしてそれを発信する。それが今のタタラチャンネルなの。信じないわけにはいかないようだな。だがそんなところにもエイジが噛んでいたとは。キリュウさんの言った通り、エイジとエビナはつながっています。エイジはエビナの指示で動いているんです。そしてエビナはパレカナとゴミ処理のビジネスでつながってる。そのことはエビナから直接聞いた。話はつながったな。あいつらはラニと一緒にいるアカネさんを見つけたかった。彼女をおびき出すために一番をハワイへ行かせるように仕向けた。その監視のためにエイジは飛行機で一芝居打って一番と関わりを作った。私がみんなと一緒になったのも。ちーちゃん、改めてブライス、エビナ、エイジがグルだったのは間違いなさそうだな。それに沢城、頭も。ああ、海老名とタタラチャンネルへ出て俺の素性を暴露した。そうだぜ一番、こっちも散々な目に遭わされてんだ。いや、ちょっと待ってくれ。そいつはなんかおかしい。何がだ？うまく言えねえんですけど、頭が
アカネさんを危険にさらすような真似するのかなって。は？あいつは何だってやるだろう。裏切りといや沢城城ってくらいの筋金入りじゃねえか。そもそも昔は荒川にバレねえようにアカネさんを殺そうとしたんじゃなかったか。そん時の動機は自分の子だった若を青木亮を守ることだけど、今頭に残されてんのは荒川のおやっさんへの義理だけだ。だからやってもいねえ殺しで無所にも入ってたんだろ。今の頭がおやっさんの愛した人を罠にはめたりしねえ。そうか。一番早くここはもう行かないと。キリュウさん、頭は俺にハワイへ行くように言った時頭を下げてきたんです。沢城町はどんな目的でも芝居なんかで俺に頭下げたりしねえ。そんなことは絶対にありえねえ。頭はてめえの人生のやり残しとして茜さんに俺を会わせたかった、その一心だったはずです。沢城は海老名の本当の狙いを知らされてなかったってことか。はい。だとしたら海老名と沢城は一枚岩じゃないってことになる。キリュウさん、頭と話をしてもらえますか。俺はこっちでラニを追いかけます。早く追いかけないと取り返しがつかなくなっちまう。分かってる。お互いにやるべきことをやろう。何かあったらまた連絡します。何にせよ沢城と話す必要があるな。もう他の雑魚どもから聞き出せることなどなかろう。じゃあ清流会への殴り込みは一旦中止。ああ、だが沢城の連絡先を知る必要はある。おい、話は聞いていたろ。あいつの連絡先はわかるか。ふざけろ、誰がそんなもん。言いたくなるまで付き合ってやる。聞く相手を間違えてる。偉人町で起きていることは私に聞け。沢城の連絡先も私が知ってるよ。助かる、ソンヒ。どうかしたか、サイコ。エイジって人にこっぴどく騙されたんですよね、一番。なのによりにもよって沢城のことはまだ信じてる。あの沢城ですよ。海老名とグルって方が全然納得いく。でも桐生さんは一番の言うこと信じてあげるんですね。それがあいつのいいところだ。お前もそう思わねえか。ずるくないですか、その返し。何にせよ今沢城がキーマンなのは確かだ。ですね。よし、行こう。そう、最悪の時こそ顔を上げねえとな。キリュウさん。おう、